でではどうもこんにちはバンでございますす元気ですか台湾に写真撮りに行きたい、撮りに行きたい、あー、ニコンを使って台湾を渋く撮りたいって思うんだけど、いけないね、まだね、まあまあ、ぼちぼちじわじわ解除されてくるのかのかもなと思いつつ、えー、お金も貯めなきゃ、頑張ろう。ね、有料動画買ってね、<laughs> 有料動画ね、えー、中級レッスンが無事に終わりまして、中級レッスン動画ね、第1回から第5回。 が終わりまして非常にマニアックというかえー何だろう写真をうまく撮る方法っていうのを期待してる人からすると期待外れかもしれないんだけども僕的にもど真ん中をやってるつもりなのであとあれだあのウラジオストック行ってきたのさもう半年以上経っちゃったけどウラジオストック行って撮った写真をまた何かの時みたいに100枚セレクトしてその撮った時のこととか意図についてネチネチ解説する動画っていうのをまたやろうと思ってます。あれリクエスト意外と多いんで やろうやろうと思いつつできないことがいろいろありますよ。音声、あ、音声大丈夫だったね。っていう感じでおりましてですね。最近、えー、突然本題なんですけど、最近、Z、ニコン Z、よ、Z6 を買いまして、で、Z6 すごくいいです。なんて言うのかな。ものすごくよくできた道具だね。あの、パーフェクトに近い。限りなくパーフェクトに近いと思った。 もちろん、ここから、高解像度が欲しい、高解像度ならではの画質が欲しいね、えっとより、よりシャープというのかな、より解像力がある、解像度が高い、解像度が高いから解像力が高いかというと、それは解像力の方は印象の問題だからちょっと違うんだけど、まあでも大したもんだよね、Z6 ってね。でも、すごく上品な高解像度だから、ビキビキジャリジャリには持っていかない感じがして、非常にニコンらしいなという感じがする Z7 ね、他人が撮ったやつを見てるだけなんだけど。 脱出的には Z6 も Z7 もなんかものすごくよく似てる似せているのか似ちゃってるのか分かんないんだけどえっ、ー、とね頻度はねニコンってその XP456 でかなり絵変わってますよね僕ねそこ,そこに置いてあるからあれなんだけどよあよいしょ変な持ち方しかできないよ D810 を使って っててましてこれメインね、スタジオで、今ね、最近ね、スタジオで D810 メインで、持ち出しを Z6 にしてるんですわ。でね、これはなんでかっていうと、まあ、重くてでかいからとかっていうのもあるんだけど、えっとね、D800 を借りてたときに、 外に行ってスナップをバチバチっとね無駄にでかい一眼レフですけどバチバチっと撮ってた時の写真と D810 に写ってからで比べてみるとセンサーは同じ α7R 系なんだってこれ下手すると同じセンサーの可能性もでも画素数は違うか同じ α7R 系のセンサーらしいのよ D800 と D810 ってだけど色がもう色というか味付けが全然違ってこれ老現像で同じにはならない結局は どう違うかっていうと D800 の方はね結構ねそっけない感じなのこう振り向いてくれないあの子的なこうプってプッて横向いちゃう感じの子ででなんて言うんだろう,あう説明が難しいんだけどえっとねいい意味で色のりが乏しいしっていう感じで D810 はこう世界戦略って感じがするの,あの海外の皆さんが色こってりしたやつが好きだし どうもねあ Facebook の写真グループに所属しているとえっ、ー、とね日本でのニコンの理解っていうのと海外でのニコンの理解っていう画質の話、ね、が結構違うっぽいの、ね、よ。で風景を見ていてもタイムライン上に僕 EOSR グループとニコン Z グループと両方入っていてタイムラインにバーッて写真が流れてきて。で そのフィーチャーされたやつが流れてるのね、基本的に。全員がアップしたやつが全部流れてくるわけではないっぽいんだけど、フィーチャーされたやつだから出来がいいやつが流れてくるんだけど、見てると、あこれはなんだろうな、欧米圏の人が多いのね。で、これはなるほどな、ニコンだろうな、これはキャノンだろうなって、差は最近どんどん,どんどんなくなってきてると思うんだけど、RF とニコン Z で比べると、RF はね、RF レンズで押してる感じの人が多いね。だから 85mmF1.2 とかで、 レンズがすごい気に入ってるこれはビーストだぜっていう感じでポートレートを撮ってアップしてくれない人がすごく多いしニコン Z はどっちかというともうちょっと風景寄りの感じの人が多いかなあのな,なんだろう、まあ、風景が多いねあの山岳写真とかそういうやつがすごく多いんだけどどっちも後処理でかなり色を乗っけてきてる感じのこってりこってりに持っていく人が多いんですよでそれはもう民族性の違いなのかもメンタカの作りの違いなのかよく分かんないんだけど よくあの音の世界ではあの各国の日本と例えばアメリカとイギリスととかってあのアメリカでもほら西海岸と東海岸とか、まあ、上の方下の方で音が違うでしょそれやっぱ空気の違いによって普段聞いている音が違うから人間側がね普段えっ、ー、と音って男性派だからさその押されるわけよ押さ,押されて空気が押されてそれが振動がこう音になってるわけで。 実際僕の生態が空気を震わせてその空気が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 あって空気を前のよいしょよいしょってこうなんていうての前の空気を押して押して伝わっていくものなんですねだからその空気そのものの単純な湿度だけじゃないと思うんだよね気圧とか湿度とかなんかこう何かの微粒子がとかだと思うんだけどアメリカ行っていきなり音が違うのよその辺のこう何ていうの自動車とかラジオとかの音がもう全然違うのよびっくりじゃん俺行った時にだから そういう違いがあるのでその何て言うのそれで育っている人間だから音の好みもそもそも違うよねっていう例えばその日本出身の人アメリカ出身のどっかで、ね、西海岸東海岸代表選手でいいですよ連れてきてイギリスの人連れてきてフィンランドの人って連れてきて、まあ、あとアフリカとかねトリニダード・トバゴとかから連れてきた人全く同じ環境の部屋に入れてさーって言ってサウンドメイキングの道具を渡して好きな音にしてって言った時にその。 色々違ってくるはずなんで、ね、だからその違いがもちろん個性もある個体差もあるんだけどそれはもう育ってきた環境依存のものがあるだろうなと思うし写真についても同じ道具を渡して同じようなもんを撮らしたとしてもそもそも例えばここに5 0センチ先のリンゴを撮るっつっても5 0センチ分の空気があるわけよ。でそこのそこに差している光っていうのはそこのまあ太陽からリンゴまでの距離を。 まあ飛んでできてるわけで地球のね成層圏以下なんてまあちょびっとの範囲でしかないんだけどそれでもそこの国に差してる光って特別でよくあのほらオランダの光は特別って言うでしょあれと同じ同じ話でやっぱりアメリカ行ってフランス行って撮った写真ってもう全然現地の光になってるから究極そこの光が欲しければそこに行くしかないんだよね。だから同同じじモデル同じリンゴを持っっててこうやってさ エールフランスに乗ってこうドンブラコドンブラコってフランスまで行ったとして同じリンゴをこうやって5 0ンチぐらいの距離で例えば白バックでねとかってやっても多分ね写真違うと思うの。で今日の話がここに繋がってくるのは今なんか俺何かの話をカットしてしまったような気もするんだけどつまり今日言いたいことはニコン Z6 と、えー、レンズどこ入っちゃったっけあまあ後ろにあるわ多分えっ、ー、と24あせっかくだからパスか。 この24から 70mm の F4S って書いてあるんですね。Z マウントの小酸源の方の標準ズームですね。意外とちっちゃいでしょお。重さはね、そうめちゃくちゃ軽くもない。っていう感じで、このレンズの話をしようと思って、Z6 って、Z7 と比べると、 解像度についてはまあね、抑えてあって、僕人間撮るから、人間というか取材系のカメラとして欲しいなと思ったから、すごいちょうど良くて、その2450万画素だっけものすごくちょうど良くて振り回しやすいし、お値段的にもこうガーンとかぶっ壊しても大丈夫、ギリギリ大丈夫なラインなのよ。それって結構僕的に大事で、その辺、ものすごくちょうどいいで、 ちょうどよくて Z7 と比べると Z7 と比べると何が違うかというと解像度がどうも解像度が違う解像度が違うといろいろ違うんだけどまあまあでも基本的には解像度え由来の画質の違いだけだろうなって思って見てるのね本当は使ってみないと分かんないんだけどねでえその Z6 自体はすごく気に入っててでそれを Z マウントの小三元 であるところの 2470F4 をつけてみたときに、それを口調さやにわざとちょこちょここれつけて撮ってみてるのね。で見たときに、こうね、色がねえなと。こう、色がないっていうのは、タムロンの価格コムレビューでとかでやってる色が乏しいとかそういう意味じゃなくて、色に偏りがない、特色がないっていう意味で、えーとね、とにかくもうスルスルスル、サラ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 って綺麗に映るの。で、 綺麗に映りすぎちゃって、なんていうかこう特色がなく見えちゃうのが、このレンズをはじめ、Z マウントのレンズをレビューをいろんなね、例えば、フォトヨドバシとか大好きだから見てるんだけど、あのー、見た時の特色で、フォトヨドバシのレビューを見ていると、フォトヨドバシの皆さんは、僕は結構ね、心情的に近いものがあって、あのね、高性能なんだけど、ハイファイ方向に振り切ってない 機材の方が好きっぽいだからカール・ザイス彼らが好きっぽくて書籍出してる上で僕カール・ザイスが大好きなのそういうところでハイファイなんだけど色っぽいっていうところなんですよでその色っぽさについてだからねこの Z6&2470 の Z マウントレンズ僕初めての Z マウントレンズだから使ってみて思ったのはとにかくハイファイだなとハイファイっていうのはハイフィデリ,リティって言って高忠実度って意味なんですけど 元の入力に対して、それをどれだけ忠実に再現できるか、まず忠実、忠実に、まず、ごめんね、さっきからすっごくしゃみでそうさ、それだけ忠実に記録できるかれを、それをどれだけ忠実に再現できるかっていう話で、おじさんたちはね、ファイハイファイっていう言葉にすごく親しみがあると思うんですね。若い子たちはあんまりないと思うんだけど、ハイファイっていうのは基本的に、その、特にエンジニア機質の人にとっては夢みたいな部分があって、 いかに忠実に記録して、いかに忠実に再現するか。それは縦方向の、その、何ですかね、信号の、振幅の大きさもそうだろうし、まあいろいろね、いろいろありますよね。それはそっちの専門の人たちにお願いしますけど、Z6&2470Z マウントを初めて使ってみたことによって、ああ、そうか、Hi-Fi だーってなったの。で、僕と写真の関係性での その高忠実度のあり方というか僕と高忠実度の関係性について考える機会になってすごく面白いなと思ったのねで一応レビュー部分を先にお話しするとめちゃくちゃよくできてるんだ、ね、よこれ、えーっとね、表現からすると一番分か,り分かりやすいというか伝わりやすいかなと僕が思う表現にすると何をやってもどのシチュエーションでもどんなゴミみたいな光で撮っても 必ず70点ぐらいを叩き出してくれるすごいレンズなのよ75点ぐらいかな決して決して情緒の面でうわー素敵だーっていうふうにはならないんだけど、あのー、正直ならないのならないのよ面白いことにあのレンズの映りという意味でね、あのー、そういう意味ではロマンチックさとかは全然ないんだけど重量重量バランスサイズ えその何こう機能の部分オートフォーカスの速さとか静粛性とか,とかの部分でもとにかく機能面についても何にも問題がないし映りについても広角側でもちゃんと広角なんていうのかな下品にならない上品な広角の映りする。でえっとね Z6 を使ってるので Z マウントの基本的な思想としても デジタル補正はありきでもう行きましょうということでニコンの中でこう,こうね、統制が取られているらしくてで僕もそれに乗ることにしてえ周辺光量補正もえと歪み自動歪み補正もオンで取っちゃってますでロボの時点でも補正がされた状態で記録されているのでライトルームに取り込んでもえ後から補正してこう曲がってたのがニュッてなるあの楽しみはないですちょっと寂しいあれ結構好きなんでね<笑>で<笑> そういうのがないので、Z マウントの方向で、Z、そのニコンが Z はこういうマウントだっていう方向に乗った形で僕も今やってるんだけど、あのね、とにかく、ほら、あの、すごいひどい、ひどい歪み方のレンズを、あの、後でデジタル補正しても、周辺、引っ張って伸ばすから、ほら、あの、乱れるの分かるじゃないですか。でそこまでの乱れ方っていうのが24、24mm 側で、広角端で撮っても、望遠側で撮っても、別にないので、 これはもともとよくできてるんだろうなというふうに思ってるんですけど、シューザについてもね、歪みについても思ってるし、なんだかんだあれこれ補正をしているのかもしれないんだけど、別にいい補正だねっていう感じなのよ。で、僕が大事にしてるのは、どっちかというと、シャープさっていうのは僕もう、なんて言うんだろう、僕の求めるシャープさのラインって、最近出てくる機材は大体がよっぽど、 よっぽどやばいレンズ、よっぽど外れのレンズでもない限りは、どこのメーカー、どこの中って全部知ってるわけでもないか、えっ、ー、とまあ、キャノンにしろ、ニコンにしろ、ソニーにしろ、ソニーはたまにマジな外れがあるんだけど、えっ、ー、とそその、まあその、その3大メーカーね、今ね、ミラーレスフルサイズでっていう3大メーカーについては、とにかくもう一定ラインをもう超えてきちゃう感じがするの、僕からすると。あの別にシグマみたいなものすごい。 改造に振り切ってるようなレンズを買わなくても普通によく映ってくれるっていう印象で僕は特に最近そのシャープネスに依存しない撮り方をしようと思ってるからあの一生懸命ビキビキジャリジャリにしようと思ってないしレンズもそこに振ってなくていいですよっていう感覚で見てるんですねレンズに対する評価をでそうやって見てみるとその2470のこの F4Z マウントについては 俺他ねごめん F マウントのレンズしか今持ってないから F マウントの例えば F1.8G とかと比べるとちょっとだけこうシャープネスは劣るのよだけどとにかく大事なのはズームレンズに求めることってしかも仕事用の取材用とかのズームレンズに求めることってどういうとこかっていうと均一であることなのよ広角だけいいとか望遠だけいいとか 望遠で絞った時だけいいとかそういうんじゃなくてとにかく平均点が高いことを求めるのでそういう意味でこの 2U70F4 はものすごい優等生で機能という面では素晴らしいです。オートフォーカス、オートフォーカスねニコンねオートフォーカス別によくないね正直なところ、えー、と F マウントにしろ D800D810 にしろ D7200 にしろ、えー、と僕は Z マウントは Z6 しか Z6 しかまだ使ってないですけど 意外とそうめちゃめちゃビキビキに来る感じのオートフォーカスでもないね。キャノン、ソニーの方がどうもいいっぽい。少なくともミラーレスにおいては。っていう感じがしております。条件によるだろうし、スポーツみたいな動き物とかの条件だとニコンの方がいいよとか、そういうのあると思うんだけど、僕がそのままあ、スナップとかで使ってる例えば背景がストーンと均一なところに、あのなんだろう、細い棒があるとか、 そういうシチュエーションの時にニコンはスカッて抜けやすい結構抜けやすいとかあとねえっともじゃもじゃ系だねあの葉っぱもじゃもじゃ系の時に葉っぱもじゃもじゃのところで前後にちょっとこうなんていうのその奥行きがあって手前に例えば葉っぱが突き出しててその手前の葉っぱにピント合わせたいとかっていう時にも結構ニコン奥に奥に行きがちなのねそういう弱点はあるんだけど,など弱点はあるんだけど素晴らしいのはニコンは操作性がとにかくピカイチなんで F にしろ、Z にしろ。そっからリカバーする時の方法とかがね、うまいことできてんのよ。フルタイムマニュアルフォーカス、ニコ、ニコじゃないキャノンの表現だっけ、フルタイムマニュアルフォーカスって、ニコもね、できる、ほとんどできるよね。で、やった時に、フォーカスはエイドが効いて、あこっちだったんですね、オッケーオッケー、こっち、こっち、手前の葉っぱに、あなたが合わせたいんだとしたら、こっちがね、合わせたいんだとしたら、 そこで合唱ですみたいなこうフォーカスエイドがちゃんとこう維新・電信感がすごくボディとの間で成立するのでそういう快適性はすごくニコン高いのであのいいなというふうに非常に気に入ってる部分はあるんですね、えー、ただ Z マウントがすごくハイファイにハイファイに来てしまってるのでこのレンズ機能としては素晴らしいと思うんだけどなんかこう俺まだね解釈できてないのつまりこうやってイエーイ でコンデジみたいイイエーイって押す分にはめっちゃく,ちゃよく映るのすごいじゃんっていうレベルで10年前にこれはなかったねって確実になんての断言できるレベルでものすごい映りするんだけど面白くねえんだつまりこれが我ながら面白いなと思ってさ,さっきさちらっとお話が出た今日の話はさらに長いよいつも読むのあのねハイファイを求めてるわけでは俺はないんだなっていうのがよく分かるよく分かった自分でつくづく分かった だからレンズで比べると例えば今これ、まあ、お借りしたばんばなんだけどこれ,あこれ借りてるレンズじゃなかったこっちかよっこっちのね、えー、っと F マウントの AFS ニッコール 85mmF1.4D すごくいいレンズだねこれを使って撮っているとおそらくおそらくですよ Z マウントの今 85mmF1.8 が出てるよね。 あと、85mmF1.4 か F1.2 がこれから出てくると思うんだけど、Z の方が Hi-Fi だと思う。Hi-Fi っていうのはつまり、その、まあ、好忠実だよ。<laughs> 白いものを、ああ、白いものっていうと、んないややこしい話になるからな。Hi-Fi、写真にとっての Hi-Fi が何,何であるかっていうのを、形の面で、うん、難しいな。これは、これは、 うん、専門の人を呼んできたい部分ではある、俺、力不足なの、そこについては。あのね要は光を、被写体に光を投影して、その光がレンズ越しに、まあ、センサーなりフィルムなりに記録されたときに、その形の面でも、色の面でも、そのなんていうのかな、変化しちゃうわけじゃん。普通変化しちゃうよね。だって、その人間の目だって多分変化してると思うのね、すごい高忠実度な器官だと思うんだけど、ね、その肉眼って。 だだだけけどカメラはまだまだ劣っているわけでその写真っていうと最終的な出力段階まで面倒見なきゃいけないんだけどとりあえず記録して我々はパソコンの画面で見るっていうところまでで一度収めるとしても忠実度っていう意味では四角が四角に映るかとか白が白に映るかとかその辺りの問題ってすごくこうま,まず分かりやすいじゃないですかそれってすごく大事だし昔は四角が四角に映らなかったからね要はね。 だからまず、それで高忠実度っていうのはあるし、その角がどれくらいびっちり角に映るか、ってその角の鋭さね、要は改造の話ね、っていうのも、その高忠実度にかかってくる、すごく大事なところだし、価格コムのレビューとかを見てると、シャープかどうかっていうところで話、みんな終わっちゃうのよ、でこれはばにしてるわけでもなんでもなくて、とりあえずシャープかどうかは誰でも分かるから、みんなすっごい気になるのよ、あと、シャープに映るって嬉しいの、単純に。 もうあの初心者寄りの方がこの動画を見てくれているとしたらシャープに映るとね気持ちいいの単純に「あっやったー」みたいな「俺もできたー」みたいなそう気持ちよさがあってシャープにそのメーカーからするとシャープに撮らせるっていうことに比重を置いているというのかなあのシャープに撮らせると自分とこの道具を使いやすいように作ってユーザーの人クライアントの人がその写真を撮れて「やった!」って撮った れれたたっっってていいいいう成功体験を持ってもらった方がカメラ売れるしまあいいことじゃないですか基本的には。だからシャープに撮らせるようにっていう方向で行,く行っているのは分かるしそれは Hi-Fi の方向にももちろん行ってるし間違っちゃいないんだけど僕はもう正直飽きてしまった部分があってシャープかどうかじゃないよなーっていう意味でも Hi-Fi 的なところは Hi-Fi とはあんまりもう興味がないのねまずシャープかどうかっていうところ。で次に 四角いかどうかっていうのは、まあまあデジタル補正が効くようになってきちゃったので、もうコモディティ化し,してきてるのね。その、まあその Y 曲の修差については、まあまあ四角いものは四角くだし、シフトレンズ使えばいいんじゃないのとか、いろんなね、だし、あと、なんだろう、例えば魚眼レンズって歪ませちゃってるじゃないですか。歪むから面白いわけで、歪まなかったら面白くないでしょただの超広角だから。 だからそれを歪むからこそ面白い部分っていうのがあってその写真っていうのはハイファイだからいいわけでもないよねっていうのにだんだん気づく人が出てくるわけですよ。フィルムもハイファイとはとても言えないしねデジタルと比べちゃったら。難しいねそこでねそういうことを言うとフィルム派というかアナログ派の人とデジタル派の人でちみどろの構想になったりするんだけど俺は正直どっ でもいいかな道具がよけりゃえっ、ー、とね最終的に僕がその1個の1人のこう路ボのおっさんである僕が見てあ気持ちいいなって思えばそれで OK だから素子は何でも構わないタイプなんですよ。っていうのはむしろその Z6 の h i フ f i セットを見たおかげであああんまり興味ないんだっていうのに気づいた部分があるしあとねその 思ったののはその色の部分ですよ色についてハイファイっていうのは要はさその海外の人たちがフェイスブックに投稿してくる写真とか見てて思うんだけど色めっちゃ濃いしまあ記憶色を超えさらに超えてるお前らさすがにそんな肉眼してないだろっていうぐらい色が濃いしあとは色ねじって遊ぶよねやっぱりね。 面白いのはさ、その VSCO、あれなんか読み方があるとかいう話聞いてるんだけど、ね、まあ、VSCO と仮に呼ばせてもらいましょう。あの、インスタとか、インスタもあれか、最初は写真撮る道具だったな。<laughs> えっと、何、えー、て言うんだろう、まあ。要はその、フィルム風に加工するアプリみたいなのがあるのね。昔は、スタンドアローンの確かデスクトップ版とか、ライトルームのなんか、えっ、ー、と、プラグインもあったっていう話だよね、確か。 があったらしいんだけどそれやめちゃって今はあのスマホ版のみなんですけどスマホにえインスコして遊ぶ要は写真加工ソフトみたいなやつがあるんですよアプリみたいなやつがあってそれでそれにね写真加工させてみるとフィルム調の要はローファイなんだけどザラザラしていたり周辺が暗くなっていたりえ色がなんかこうストレートな色じゃない。 肉眼で見た青青をそのまま青とししてて記録いいるんじゃないちょっと色をねじって変な色にするわけよよだけどものすごいこうエモーショナルにこう,うわなんか素敵気持ちいいってなる部分があるので、ね、俺もおじさんだけどすごい気持ちいいエフェクトがいっぱいあって,触,れて,てると触ってるとすごく楽しいだいたいやりすぎなんだけどねでもそれと同じでさ結局ハイファイかローファイかっていった時に僕は正直どっ 派閥につくももりもないんだけど避ければいいと思ってるから h i フ f i の気持ちよさもあればローファイの気持ちよさもね一応分かるんだけどローファイローファイ方向に進んでいくとレコードじゃなきゃとかさその音で言う真空管アンプでなきゃとかそのそういう方向になっていくじゃないですかでローファイ趣味とローファイが好きっていうのと人間の生理にローファイの方がかなってるってる。 ってていいうのと、まあ、エモーショナルな部分は書き立てられやすいっていうと、まあ、嘘ではない僕もかき立てられる時があるから、まあ、そうかもなと思う部分があるのとそれとアナクロニスムっていうのはちょっとまた別だよね。か昨日なんだっけ昨日、あのー、古谷なんとかさんっていう人が、あのー、コロナ以降の暮らしを押し付けられても僕は無理みたいなコラムを書いてて結構非難合語で面白かったんだけどその,、ね、その中であのアナログ人間っていうふうにアナログって呼ばれてもみたいな表現だったかな。 ってていう表現してたんだけどアナログかどうかじゃなくてアナクロ、アナクロニズムね。アナクロってやつよ。解雇主義かどうかっていうのと、ローファイ、えっとね、アナクロ趣味の人は、 ローファイじゃないですか結局ハイファイのものないから当時のハイファイだって現代のものと比べるとどうしてもローファイだからローファイとアナクロ趣味っていうのはまあセットになるしかないよね結局ね結果的にセットになるしかないんだけど本人たちの中でいや俺はローファイが好きだ俺はアナクロが好きだっていう違いはあると思うんだけど結果的には同じようなものになっちゃってるってことね写真の世界でも一緒で例えばそのバルナックライカが好きな人っていうのはバルナックライカが好きだからアナクロ趣味というわけではないと思うんだけど バルナックライカが好きなんだろうけど古いもののかっこよさに惹かれるのはあるじゃないですか確実にでも俺は分かると思うのかっこいいなと思う気持ちはあるからそれ自体は別に何否定もったくれも何もなくてどうぞって感じだよね俺もいつかそっちの道に足踏み入れるかもしれないしっていう感じなんだけどそれとローファイが好きかどうかって関係ないよね多分ローファイが好きだからバルナックライカ使ってるわけじゃないもんねこのなんだちゃんと映んないのが好きみたいなそういう人もいるんだけど一部 でもそれはローファイ趣味とひょっとするとアナクロ趣味が一緒になっているだけかもしれないのでなんかこうその辺がね自分の中でこうすごくハイファイなハイフィディティなものを道具としてなんてなんとなく手に入れてしまったのおかげで俺はどれぐらいのハイファイを追い求めてこれからやっていくんだろうなっていうのと写真を見た人がハイファイであることを求めるかどうかっていう問題をこれから多分よりハイファイが。 こう極められてていくくとと立ち上がってくると思うしもう1個でかい話をするとカメラ雑誌が23誌潰れちゃったじゃないですかあれってやっぱりトロ側の話ばっかりしてるから要はハイフイ趣味ってさ時代によって今から見るとヤシコンもちょっと穴黒なわけですよオールドレンズだから90年とかだからね最後の方で。 92年とかだっけさごめんね忘れてたけど気になる人は調べてほしいんだけどそのヤシコって当時でいうともう最先端の感じであったんだけど今から見るとちょっとアナクロにこうね古色騒然とし始めてるでしょ微妙にオールドレンズっていうぐらいだからマニュアルフォーカスのレンズで今わざと使うのはみたいな扱いじゃん本当は本当はっていうかまあその辺ね巷ではそういう扱いだからだから当時としてはバリバリにハイファイだったんだけど最先端のねものだったんだけど今ではもうアナクロになりつつあるだから 現代のハイファイなデジタルカメラの画質と比べるとヤシコンってちょっとローファイになってきてるよね。相対なのか <laughs> 絶対なのかハイファイ主義者ローファイ主義者の人同士でとつきあってその話はぜひ聞かせてもらい横からね聞かせてもらいたいなという部分があるんだけど僕は今その相対として今扱ってるからあれなんですけどそういう部分があって僕ヤシコンぐらいがちょうど気持ちがいいのよね写りが。でそのあたりを 多分これを見てくださっている皆さんも単純なその四角が四角く映るかどうかとかその辺からシャープかどうかとかねっていうのもありつつあの F マウントと Z マウントで比べた時にももうすでに F マウントはローファイなのよ Z と比べるとだからニコンの社内でおそらくニコンはこの方向でいきますって当然 Z マウントを策定するにあたりこう全ての項目にあたってよ その何価格帯からサイズからその部材どれぐらいのやつを使う、まあ、それは、ね、カメラのモデルによって違うんだろうけどどれぐらいでいくのっていうのは、ね、そのモデルがある程度やっぱりそのこういうモデルをまず想定していますこれを何年ぐらいに作ろうっていうのを想定してこれは価格帯どれぐらいでどれぐらいの顧客層に向けててそのどれぐらいの部材を使ってとかってでそれと同じで、まあ、センサーも込みなんだけどレンズ側でどれぐらいの。 どういう画質を狙って作っていくのかっていうその可能の部分と狙いの部分があるじゃないですか。でなった時に Z マウントのレンズは今度ねまたまあのもし Z マウントを使う機会があったらそ,その時にまとめてお話をしようと思ってるんだけどおそらくもう超 Hi-Fi を目指して作ってんだろうなっていう感じはしたすごくしただから Hi-Fi その何て言うのそれと比べた時に F の方が僕からするとロマンチックな写りするのよ あんまり僕はね、その、ロシアのピアニストみたいに、こう、ロマンチック、ロマンチック、エモーション、エモーションな方向を求めてないつもりでいたんだけど、F マウント出たその、今借りっぱなしなんだけど、えー、85mm の F1.4 のレンズで、F2.2 とか F2.5 とかで、いい感じにこう、横からいい質の光が当たっている人物を、こう、バシャってこう、シャドウ多めで撮ったりとかすると、うわー、すげーってなるの。で、それを、 最後にもう1個課題としては、その Z まあ、時代的にはミラーレスで進んでいくしかないし、ニコンがやることに僕はすごく興味を持ってるので、最近、だからニコンのおっさんたちが掲げる、これは俺たちの次世代のハイファイだから、お前らついてこいっていう話よ、これは。だからそれをもうちょっと解釈できるように、Z マウントを使ってみたいなという興味もちょっと湧いた。 沸いたんだけど今、Z、今 F マウントに夢中なので僕はまだ F マウントでいいです <laughs> っていう感じがしたのであのニコンの Z マウントのレンズのレビューなのに F マウントの話で収めるのは何だとは思うんだけどとにかくよくできてて取材とかではガンガン持ち出すと思うしこの間伊香保温泉に撮りに行ったのねその動画もまたアップするね伊香保温泉に撮りに行ってその時は具合が悪かったのでえーって言いながら2470のこのレンズだけで撮り切ったのねブログ見てね、ぜひ。 っていうのもあって、えー、っと、オフィシャリーに、イカホ線をなんかいい感じに見せたい部分と、紹介をしたいっていう部分を、えー、っと、今僕のジャーナルのブログの表面でまずは出してて、で、もう一個記事を出そうと思って、それ以外の、自分が好きで撮ったイカホ温泉ね、裏うイカホ線の部分を、あの、ガリガリのやつよ、要は。でも、同じレンズで撮ってるやつがあるので、ぜひ見てほしいと思うんだけど、その使い分けをしたときに、 その現像も込みね、取り方現像、被写体全部込みでやったときに、その 2470Z については、こういう表現をするレンズだなっていうのが分かった部分がある程度分かった部分はあるんだけど、僕が今やろうとしていることについては、F マウントの方がどうも向いてるっぽいな、F マウントレンズ群ね、新しいあえ、新しめの F マウントレンズ群の方がどうも向いてるなと思うし、 2470F2.8 の Z マウントと F マウントの最新版を比べたときに弱点が少ないのは F2.8、あ,あ、ごめん、Z マウントの方の F2.8 っぽいのね。あの、第三元の2470。あっちの方が弱点が少ないっぽくて、あ素敵だな。道具としてはもう超絶に便利だろうなと思うのね。軽くてちっちゃいしね、より。だけど、F マウントの 2470F2.8 は、 もうすごいロマンチックな釣りすんのこう,うわー素敵ーってなる感じだからね最終的にこう正直あんまりいい例えだなとは思わないんだけどその Z マウントって超絶美人なのよこう絵に描いたような美人っていう感じがして僕あんまり絵に描いたような美人あんまり興味がないんだよねもうなんかこう僕好みとしてはもっとなんかこう プニプニのポテッとした女の子のああかいなって思うのねそれってこうメディアに出てくるようなこうワンレンボディコンのコテコテのいい女的なのじゃないんですよ大体がそういうふうなのがあるのでこう別に F マウントが劣っているというわけではないんだけど h i フ f i ローファイってより h i フ f i なの Z マウントだと思うのねだからその h i フ f i に僕もそのうち追っついていくかもしれない なあという楽しみはありつつ自分がどれだけの忠実度を求めているのかなって考える機会を与えられたなという意味でこの 2470F4S は面白いレンズだなまあガンガン使うからねこれからね便利だもんだって <laughs> っていうふうに思っておりますというわけで最後にいつも通り写真をザラザラっと流して見ていただきましょうまたね